チャールズ・イームズ、チャールズ・オーモンド・イームズ・ジュニア、チャールズ・オーマンド・イームズ・ジュニア1907年6月17日から1978年8月21日はアメリカ合衆国のデザイナー、建築家、映像作家である。妻のレイ・イームズと共に積層合板やプラスチック、金属といった素材を用いて20世紀における工業製品のデザインに 大きな影響を与える作品を残した。チャールズ・イームズは1907年、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスに一難、第五子として生まれた。12歳の時、父が高い。母と姉と共に二人のおばの家に移り住む。その頃から写真を趣味にしていた父親の残した機材を、使い写真撮影を始めた。14歳の頃、高校へ通いながら、 放課後や週末にレイクリードスチール社で製図工見習いとして務め、設計や製図を身につけたと言われている。イームズは1925年から1928年の間、奨学金を受けセントルイスワシントン大学建築学科へ通った。彼は研究課題として建築家のフランク・ロイド・ライトを取り上げることを教授らに提案し、近代建築に過度に熱を上げすぎたため、 大学となってしまう。その理由としてある教授は彼のものの見方はモダンすぎる。というコメントをレポートに残している。ワシントン大学在学中、彼は最初の妻、キャサリン・ウォーマンと出会い、1929年に結婚。ヨーロッパ旅行へ行き、モダニズム建築に触れる。その後、娘、ルーシアを設けている。アメリカへ戻った、イームズであったが世界恐慌の折。 仕事は、ほとんどなく、チャールズ・グレー。その後には、ウォルター・ポーリーとパートナーを組み、1930年セントルイスで、建築設計事務所を開設。その間に設計したセイメリーズ協会が、アーキテクチュアル・フォーラムに取り上げられ、それを見たエリエル・サーリネンが手紙を送った、ことサーリネンとイームズの交流が始まる。イームズに、大きな影響を与えた人物に、 フィンランド人の建築家、エリエル・サーリネン。後にその息子で、エエロ・サーリネンとは、パートナーとなり、親友となるがいる。1936年、エリエル・サーリネンの正体で、イームズは、祭子と共に、ミシガンへ引っ越し、クランブルック美術学院に、小学生として入学。後年には、同校で、インダストリアルデザイン学科長として教壇に立つ。イームズの入学申請当時、 同校の建築、都市計画コースでは、新入学生は前もって、設計課題の決定と、そのための情報収集を行っておくことを必須としており、彼は、セントルイスのウォーターフロントに興味を持っていたという。1940年、イームズは、エイロ・サーリネンと共に、ニューヨーク近代美術館開催の、オーガニック家具デザインコンペに応募する。成形を使ったイス棚、 机を出品しろく部門中に部門で優勝した。彼らの作品は、アルバーアールとの開発した木材成形の新技術を見事に利用し、三次元の立体曲線によって背面と座面、肘掛けを継ぎ目なしで繋いだものであった。1941年、妻のキャサリンと離婚、クランブルック美術学院に勤務する同僚であり、 カリフォルニア州サクラメント出身のレイカイザーと再婚する。同年、クランブルックの教職を辞し、その後の生涯にわたる活動拠点となるロサンゼルスへ移る。メトロゴールドウィンメイヤーの美術部に勤めながら、合板を使った家具の大量生産に向けた政作に取り組み始める。その後もイームズは、合板の成形装置を発明するなど、成形合板の技術を発展させ、 多くの製品を開発した。その作品は、椅子をはじめとする家具にとどまらず、彫刻作品、骨折時に使う添え木や単価、飛行機の部品にまで及び、中でも足用の添え木、レックスプリントは海軍で採用され、第二次世界大戦終了までの間に延べ15万本以上も製造された。レックスプリントは、イームズの手がけた最初の大量生産品でもあった。 積層合板を使った製品のの大量生産の実現に努める一方で、1942年からは、ジョン・エテンザが中心となり、ロサンゼルスで発行されていた芸術雑誌、アーツアーキテクチャー、アーツアーキテクチャーの編集に加わる。1949年には、その企画であるケーススタディハウスに参加し、自邸であるナンバー8を手掛けている。 太平洋を見下ろす崖の上に建てられたイームズ邸は建築表を抑えるため鉄骨から内装材に至るその部材のすべてがアメリカ国内で流通していた既製品によって構成されており工業化時代の新しい建築のあり方を示すものとして記念碑的な位置づけをされている。1950年代もイームズ夫妻は建築、家具のデザインを続け初期に手掛けた。 合板加工だけでなく、プラスチック、繊維強化、プラスチック、ワイヤーを素材とした椅子をデザインし、家具メーカーのハーマン・ミラー社に提供した。一方で、ショートフィルムの制作にも興味を示し、1960年代以降は、ショートフィルム制作と展覧会プロデュースを主な活動としていくことになる。ショートフィルムの作品には、未完の処女作、旅する少年、 トラベリングボーイ、1950年代表作、パワーズ・オブ・テン、パワーズ・オブ・テン、1977年などがある。彼らの作品は想像力に溢れ、実験的であり、当時チャールズが講師を務めていたカリフォルニア大学バークレー校では教育の場にも用いられた。ビームズ夫妻によって制作されたショートフィルムには旅行中に興味を惹かれて収集した。 おもちゃや土産物を記録したものが多い。また、自らの展示の制作過程や、伝統的な家具の制作風景、あるいは駐車場の路面の上で動く石鹸の泡など、ありふれたものも撮影している。おそらく最も有名な、パワーズ・オブ・テンでは、数量の比較を視覚的に捉え、視点を地球から宇宙の果てへと拡大し、そして炭素原子の原子核へと縮小していく様を劇的に、 見せている。チャールズは写真家としても多作であり、自身の家具、展示品、収集品を75万枚もの写真に収めており、これらは現在、アメリカ議会図書館に収蔵されている。イームズ夫妻は、展示のプロデュースも数多く行っている。最初の作品は、IBM の依頼による、マスマティカ展、数の世界、そしてその向こう、マスマティカ。 A World of Numbers and Beyond という展示であり、これは唯一現存しているものでもある。もともとは現カリフォルニア科学センター、カリフォルニアサイエンスセンターの新旨のために制作されたものであったが、現在はニューヨーク科学館、ニューヨークホールオブサイエンスにて展示されている。1961年、シカゴ科学産業博物館のために複製され、1980年には、 ボストンの科学博物館に移された。1964、65年のニューヨーク世界博覧会にて IBM パビリオンで展示されたものはこれの別バージョンであり、博覧会後はシアトルのパシフィックサイエンスセンターにて1980年まで展示された。マスマティカ展は今も科学を一般に広めるための展示のモデルとして評価されている。 その後も、A コンピューターパースペクティブ、バックグラウンドとザ・コンピュータ・エイジ、1971年。1973年に、エキシビジョンの内容をまとめて、書籍を刊行。1990年に内容を大幅に追加された、新版が刊行。日本語版は1994年に、アスキーから。現在は、畜麻学芸文庫より、フランクリンとジェファーソンの世界。 1975から1977年などの作品がある。チャールズレイ・イームズ事務所は40年以上ソーラーエネルギーの実験、そして数多くのおもちゃなど多岐にわたる。チャールズ・イームズは1978年8月21日、故郷セントルイスへの帰省中、心臓発作で息を引き取る。現在は セントルイスホークオブフェームにその名を刻まれている。妻、レイ・イームズが池を引き取ったのは10年後、くしくも、チャールズと同じ日付、1988年8月21日であった。建築家具映像その他、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。